これが天界の門か。なんか可愛い生き物がいますが。驚いたわ。まさか天界の門にまでたどり着くなんて。この声は世界の仕組みを知る者？ええ、元天族、今は精霊随風です。その姿、かけられた呪いってブウサギになることなのか？違う、ムルジムと同じだ。こいつはこういう精霊なんだ。人間と精霊にかけられた呪いとはゴーマ化とドラゴン化のことじゃろ？その通り。地上に降り立った精霊たちは心ある人間と手を取り合って世界を変えようとしました。でも協力は呪いのせいで早々に崩壊しました。些細ないさかいが汚れを生み、ゴーマとドラゴンが溢れた。ゴーマは人間を愛する精霊を引き裂き、ドラゴンは精霊を信じる人間を喰らった。ほとんどの精霊は共存の希望を捨てて人間から離れて暮らすようになったのです。下界に降りたことを永遠に後悔しながら。なるほど、ここにドラゴンが入り込んでたのは天界に帰りたがっていたからか。猫人が言っていた精霊を引き寄せる力とはこのことだったのですね。で、あんたも諦めた一人ってわけ？どうしようもないのです。ただでさえ少数派だった霊能力を持った人間はさらに減って、彼らは精霊の存在すら忘れていきました。汚れは際限なく湧き出し、ゴーマとドラゴンが何度も地上を覆い尽くした。カノ主が鎮静化で全てをリセットしなければ人も精霊も死に絶えていたでしょう。聖主カノ主は安全弁のようなものだと？ようなものではなく安全弁そのもの。カノ主は地上の壊滅を防ぐ役割を担わされた番外の聖主なのです。汚れがあふれ鎮静化し、また汚れる。世界はそんなことを繰り返してきたのか。いやはや救われん話じゃのう。希望は聖主の契約者の存在でしたが。契約者？聖主と契約を交わせるほどの強い霊能力とまっすぐな意志を持った人間のことです。でも現在の契約者であるアルトリウスはカノ主の力で人と精霊の心を操作しようとしている。もっとも、永遠に悲劇を繰り返すより悲劇を感じなくなる方がまだマシかもしれません。ふざけないで。ふざけてなんかいません。何万年も人間を信じたのにダメだった。それでもあなたは汚れをなくせると、共存の希望はあるというのですか？知らないわよそんなこと。え？私はあんたが無駄無駄言うのが気に食わなくて一言言いに来ただけ。あんたが絶望するのは勝手だけど、地上は私たちが生きてる世界よ。無駄だろうが不可能だろうが理不尽だろうが、生まれた以上そこで生きていくしかないの。現に今この瞬間も生きてる。人もゴーマも精霊も魔女も死神も大魔師もみんな。でも間もなくカノ主の鎮静化が。私が止める、絶対に。あなたは世界の仕組みを知ってんな。そんな胸クソ悪い仕組みも天界の天族とやらもどうでもいい。世界がどうだろうと私は私よ。何を願うかは自分で決めるわ。さーて、言うことは言ったし帰るか。あなたの苦しみはお察しします。どうかゆっくり休んでください。ま、天界だのなんだのの揉め事は当事者同士で好きにやっておくれ。だがこっちの邪魔をするなら容赦はしない。なんて人たち。
うん、怖くて勝手で変な人たちだよ。でも僕はみんなが生きてる世界が嫌いじゃないんだ。何万年後にもあなたがドラゴンになっても同じことが言えるかしら。それはわからないけど、言えるように一生懸命生きてみるよ。こんな精霊と人間たちがいたなんて、まだ希望は残っているのかもしれないわね。前来あなたが信じているように、人間と精霊、天族はいつか